強気な発言もしてきたんで、うん、もちろんこれから大きな批判だったり、そういうものはあると思いますけど、うん、それも全て受け止めてそれをエネルギーにして必ず成長した自分たち、うん、を見せていきたいなと思います。本当にこの4年間このワールドカップに対してかけてきた部分があって、そうですね、すいません、ちょっと外れていいですか、すいません。